木曽義政は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。品の国木曽谷の領主木曽氏の第十九代当主。陽名は宗太郎、左馬頭、伊予上、木曽義康の長子。弟に、あ松義とよ。性質は、武田信玄の娘、新竜院。子に、千太郎、義利、義春、義道、娘などがいる。 基礎氏は断絶した源義仲の着流に連なる名族を自称しているが、そのような内容の形図が南北朝時代に作成されたのではないかと指摘されている。天文九年、基礎義安の着手として誕生した。当初は小笠原氏や村上氏らと共に、甲斐の武田信玄の品の信仰に対抗したが、工事元年にさらなる信仰を受けて、武田家に降伏した。 木曽氏が隣接する身の、日田との国境地帯を抑えていたため、信玄は、吉政に三女の真理姫をめとらせ、武田家の親族衆として木曽谷を安堵した。なお、この真理姫の腰入れについては、同時代の確実な資料で確認することはできない。しかし実際には、主だった家臣や親族を交付に、人質としておき、木曽の知性はすべて武田家の監視の下で行われたので、 あって、海の国の属国化を余儀なくされた。これにより、木曽谷は武田家の美野や飛田への信仰における最前線基地となった。永禄三年、御武山に東廃して数敬したことが知られている。信玄の死後、後天神城の戦いに敗北して、長楽を見せ始めた武田家の行く末に不安を抱くと、共に、 義兄の武田勝頼による、新不城増営の不疫増大と重税に不満を募らせた吉政は、天正9年8月26日に、織田信忠から武田攻めの準備に関する書を送られている。天正10年1月、織田氏の調略に応じて、実定、揚松義豊を人質に出し、武田勝頼から離反した。これを契機に信長の公衆政罰のきっかけを作ることになった。 勝頼は、武田信と要とする討伐軍を木曽谷に向けて派遣するが、吉政は、地の利を得た戦術と、織田信忠の援軍を得て、鳥居峠でこれを撃退する。しかし、武田軍が新婦城を出発する前の2月2日、人質として送られていた70歳の母、即室、13歳の嫡男、仙太郎、17歳の長女、岩姫が新婦城で処刑された。 武田家滅亡後は、信長に出資した。信長は義政に、梨地の立ちと黄金百枚を与えた。さらに、信濃で二軍を与えるとの内名を伝えたとされ、深市城に城代を置いて、基礎のほか、松本、安住地方経営の拠点とした。しかしわずか三ヶ月後に、本能寺の変が勃発すると、信濃国内も新たな支配権をめぐって混乱し、義政も北信濃の所領を放棄して、 美野へと逃げる森長吉の命を狙ったが、企みに気づいた長吉に、基礎福島城に教えられ、逆にこの岩礁丸の身柄を拘束されてしまう。岩礁丸を人質に取られたことで吉政はやむなく、東山智忠など長吉をよく思っていなかった、近隣の諸将にも、森軍に手出しをしないように依頼して回り、むしろ長吉の撤退を助ける役目を負わされた。また、 変後のシナノの混乱を後期と見た、深市の丘陵種、小笠原氏の急進が、越後国の上杉影勝の講演を受けて前品野種後、小笠原長時の弟であるホラ切祭を擁立し、基礎法は、深市城を奪われ、本領基礎谷へ撤退するに至った。武田家の医療をめぐり上杉影勝と、徳川家康、北条氏直の三者が争うと、はじめは氏直に従っていたが、 八月の甲州黒駒、合戦でのご法上軍の敗北と、九州の織田信鷹の遺構を仰ぎ、九月には家康に寝返り、他の品の国衆から集めた人質を引き渡し、その代わりに再度安住、千曲両軍及び木曽谷の安堵を受ける約場を得た。ところが、天正十二年、家康と橋場秀吉の対立による小牧長久手の戦いにこうして、吉政は名役を保護にし、 三男、吉春を人質として、今度は秀吉に教順するに至った。家康が小笠原長時の子、上京の不可思情復帰を認めたからとも言われている。このため家康は吉政を攻め妻子城にて戦ったが、吉政が勝利している。天正14年、秀吉と家康の講和により、基礎氏を含めた、信濃の諸将は家康の参加に入り、 地方的な武将としての基礎氏の独立性は失われた。秀吉の法上攻めには病床におり、出陣はできなかった。天正18年、家康の関東違法に伴い、家康から下佐国八子一万国が与えられて基礎谷を退属。領主にとって基礎の土地資源は、今日でも全体の9割5分を占める山林であることから、 基礎の山林に着目した秀吉から基礎を没収され、アッチ道を与えられたとする説もある。同年12月、下佐国蔵川村に到着、東園寺に居住し、足戸地域を整備し、天正19年3月、足戸城に入る。城の南には市城を開けるように町づくりが、計画された。天正18年12月12日、千村義恵に対して、10日、し、 ヘビゾネ700国の地行と、未行66漢分の大官職をあてがう。没年は、文禄4年2月13日、同年3月17日、慶長元年7月13日の3節がある。家督は吉都氏が継承した。法名は、東禅寺殿、玉山通る港大古寺。墓所は、千葉県朝日市阿弥戸の当然寺にあり、遺体は、城の西方椿の海に水槽され、 日潟になってから、改めて墳墓を作った。漢文11年、椿の海は干拓され、日潟八万国と称される、電園地となった。現在、その一角に、基礎吉政公史赤公園が作られ、吉政の銅像がある。吉政の死後、吉都氏はおじ、上松吉都を殺害するなどの乱暴な振る舞いにより、慶長5年に改役に処されたとされる。吉都氏は浪人し、 その後、ガモウシを頼り、ガモウシの意を松山天保に随行、そのまま同地に居住したとされるが、アチドを退去した後の吉シに関しては、確たる資料に基づく消息は残っていない。海域に際しても、下佐国に流罪とする説と単に追放とする説がある。また、官営十六年に意を松山で没したとする説もあるが、確証はない。その子の現場吉は、 九州松平家に仕えたが後にゆえあって浪人し、その子らは、最終的には親族であった千村氏、山村氏を頼り後ろ立に頼むことにより、終わり藩他に召し抱えられる。吉政には他に三男、吉春と四つを、吉和がおり、吉春は大阪の陣における、豊臣秀頼の浪人募集に王子を大阪城に入って戦死した。吉和は、 母の新流院と共に木曽谷で陰遁死とされるが、その後や子孫に関しては伝わっていない。大名家としての木曽家は消滅したが、その名跡と領地は家臣であった千村氏、山村氏などの木曽集が継承した。おい、吉重の子、上松義次は、上杉定勝の近所となり、米沢藩に仕えた。小説、ありがとうございます。